リタビーは、香港のラグビーユニオン選手。15人制ラグビー及び15人制ラグビーの香港代表。主たるポジションは、スクラムハーフ。1991年に、香港で誕生。両親は、マラソン競技の愛好家で、彼もまた幼い頃から、様々な競技と触れ合った。小学校の時には、トライアスロン競技にも参加した。ラグビーユニオン競技に触れたのは、 英国ヨークの中東学校に在学していた時であった。2009年にイギリスの大学入学試験において体育と数学の科目が B グレードの結果であった。彼は香港に戻り、香港大学で運動科学を専攻した。2011年11月、リタビは7人制ラグビー、香港代表に選出され、HSBC アジアセブンズシリーズ第3戦に、 参加した。彼は卓越したパフォーマンスで大会 MVP を獲得した。彼はまた同年の香港協会の最優秀新人賞や香港代表の年間ベストセブンにも選出された。しかしながら彼は練習中の怪我により翌年の香港セブンズに参加する機会を逃した。2013年、リタビは香港大学を卒業後、続いて 香港教育学院で体育の教育課程を修了。同年に香港セブンズに出場し、ボール戦での香港の準優勝に貢献した。しかしながら、右膝人体帯断裂の怪我を負い、1年長の休養を余儀なくされた。彼は、ラグビーワールドカップや、ワールドゲームズ、全国運動会、 アジアセブンズシリーズ等に参加できなかった。2014年9月、リータビは韓国のインチョンで開催されたアジア競技大会の7人制ラグビー競技で香港代表に選出された。香港代表は決勝まで進み銀メダルを獲得した。2017年 NEC グリーンロケッツに加入。同年8月19日に行われたジャパンラグビートップリーグ第一節の 東芝ブレイブルーパス戦にて、途中出場で公式戦初出場を果たしたものの、2018年、NEC グリーンロケッツを退団した。ありがとうございます。